合格おめでとうございます。まずは自己紹介と高校、はい、であとは他の大学行ってもらっていいですか。はい、東野圭馬です、芦島高校出身で、受かった大学は大阪工業大学の工学部、近畿大学の理工学部、関西大学の化学生命工学部です。学びズム。進学先は関西大学の化学生命工学部に行きます。素晴らしいですね。ちなみに今日は浪人生なんですよ、はい、で浪人1年目やな、はい、でそれで関大に受かってくれたってことやねんけど、現役の時も関大受けたんだっけ。受けましたね。なるほどなるほど。現役の時に関大受けて、受けた時も現役の時の感触ってことやねん。もう終わったって思いました。受けてる途中にもう英語終わった瞬間にもう終わったって思いました。なるほど、はい、まあ、それぐらいまあ結構程遠い距離やったってことで。なるほどなるほど。それでまあ浪人をするって決めて、でまあ結果1年勉強してもらって、追伸がすることができたと、はい、素晴らしいです。ただね、ケイマはバイトしとったんですよ。あ、そうですね。バイトで塾に来れないのも全然あって。ありました。いやな、しかも何もあったコンビニの夜勤を1週間に1回だけやってました。コンビニの夜勤っていうかね、はい、夜勤をしてしまうと次の日ってやっぱどうしても朝遅くなる。そうですね、はい、やのに頑張っとったんですよね。はい、なんで、まあ、浪人生ね、いろいろまあ悩みとかあって、で、まあ、バイトしながらも浪人きついやろうと思うかもしれへんねんけど、ケイマ自身はそれをバイトやりながら、まあ、受験費を自分でやりくりしとったんです。そうですね、はい、まあ、OKOK、OK、それでしっかり頑張ってくれて、しかも結果を残してくれてるっていう方なので、今日はそんなところをね、いろいろ深掘りをしたいと。お願いします。まずさ、マナビズムに入るきっかけって何？僕の先輩が一人浪人してて、マナビズムに入ってたっていうのもありますけど、一つは、現役時代の時に落ちた理由がやっぱ自分で計画を立ててなかったとか、勉強の方向性が全然ちゃうかったんで、って考えた時に、やっぱりマナビズムにはコンサルってい う, もう僕に合った勉強の指示してくれる方がいるんで、もう迷わずにマナビズムってもうすぐに決めました。なるほどなるほど。まあ勉強は授業っていうよりかは、むしろその自分の自習であったり勉強法ってところにフォーカスしたわけだね、はい、じゃあさ、1年間そのマナビズムで、まあ、現役生に比べたら浪人生は朝からずっと来てくれてるわけやんか、はい、でまあかなり濃い時間をコンサルの中でも過ごしてくれたと思うねんけど、1年間コンサル受けてみてどんな感想だったの？もう一言で言えばもう神ですね。どういうことだよ。もう勉強のことは もちろん、もうそのコンサルの方も大学受験経験してるんで、もう勉強のことはもう何て言うんですか、言うまでもなく素晴らしいんですけど、まず一つはもうメンタル面ですかね、もう入試直前とかなったら、もう自分自身も勉強することはもう分かってるんで、もうコンサルの方から勉強の言うことはもう指示はあんまり受けないんですけど、喋らないと浪人さんしんどいんで、コンサルの週1の喋り時間が楽しくて、そこに向けて勉強してたっていうのもありましたね。なるほどなるほど。まあその無機質なそのチューターっていうイメージっていうか、はい、そのほんまにも頼れる兄貴がコンサルって感じ、はい、そういう感じですね。うん、そうかそうか、まあそれはケイマだけじゃなくて他の人も多分同じような印象を持ってきてくれてると思うねんけど、まあコンサルがいてくれたから1年間頑張れたっていう印象を持ってくれた、はい、なるほどなるほど。じゃあさ、まあこれから浪人する子であったりとか、何かいてると思うねんか、その浪人する子たちに対して何かアドバイスみたいなのある？浪人したら、勉強にしかフォーカスを当てれないと思うんですけど、やっぱり勉強だけするっていうのは結構難しいことなんで、いろんな何ですか問題点がやっぱ上がってくるんで、その勉強以外の問題点をあやかりにするんじゃなくて、その問題点一つ一つを解決することが、まあ、自分の成長につながるのかなと思うんで、ぜひそうしてください。いやほんまに間違いなくそうだよね、浪人したら勉強しなあかん、絶対受からなあかんっていうので、自分の人生の中の最優先事項に勉強が絶対入ってる。でもみんな人の人生なわけだから、勉強だ以外にもいろんな大事なことがある。でも浪人生やから受からなあかんから勉強大事やでっていうふうにここばっかして、それ以外の問題っていうのは全部解決せんままで、はい、でまあ結局最終的に心になんかどういうかのことも、まあ、勉強に集中できない逆にねっていうこともいろいろあると思うんだよね、でケイマ自身もそういう経験があってそれを乗り越えてくれると、はい、もう素晴らしい、もう人間的にもこの1年間成長してくるんだなというふうに思います。ありがとうございます、じゃあその成長したケイマ、1年間成長したケイマ自身が、まあ、これまでの人生、まあ、特にこの1年間振り返って、やっぱりその親御さんに対して、感謝したいこともあると思うから、ぜひカメラに向かって、直接は言いにくいと思うので、カメラに向かって親御さんに対する感謝の気持ちを言ってください。
ください。はい、まあ、とりあえず、まあ、19年間、まあ、ありがとうございました。そして、まあ、この浪人の期間、現役の期間も含めて2年間本当に支えてくれて本当にありがとうございました。まあ、去年の今頃は大学に全落ちして、僕の人生やのにお母さんがもう何も力になってあげられてごめんなって言わせてしまった自分がもう悔しくて、まあ、それをまあ今は喜んだ笑顔が見れて僕自身も嬉しく思います。まあ、毎日帰ってくるのがまあ12時回る僕を毎日ご飯作って待ってくれてた、お母さん、そして単身赴任なんですけど帰ってきたら僕にはあんまりそんな興味を持たへん感じで、まあ、ツンデレな感じなんですけど毎日僕の現状をお母さんにまあ聞いてくれてて、それをお母さんが聞いてたんで全てのまあことが力になって合格できたと思うんで、まあ、大学行ったら、まあ、何か恩返しって言ったらまあ厚かましいですけど、まあ、したいと思ってるんで楽しみに待っていてくれたなと思います。ありがとうございました。